プチリペチンの大型シアタースタッフシリーズ141です。はい、皆さん、冒頭からちょっとふざけてましたけどね、ドルクス・ティタンス土地王会冗談ですよ、ほんまにね。そんな足目はないんですけれども、まあ今回ね、冒頭のね、まあ撮ってくれてたんですよ。まあたまにはね、ちょっと爽快感があるようなね、オートバイの映像も皆さんに見ていただこうかと思ったらね、たまたまなんですけど、途中でひっくり返したままずっと走っとるんですよ、こいつ。いや、これずっと走っとるんですよ。で、言ったんですよ。いや、お前気づいてないの？気づいてない。カメラが逆さまになってんのに気づけよ、いう話で。まあまあ、運転しとるんでね、まあ、あんまり、まあ、危ないことも言えへんのですけど。ということで、少しちょっと面白かったんでね、まあ、映像にしてみようかなと思ったら、ただそれだけです。はい。ということで、今回、プツルベトンっていう、まあ、前回もね、実は、ちょっとね、地名を出したんですけれども、要はね、まあ、主要なスタッフがいるところの、まあ、地域なんですけどね。まあ、それ以上は言いませんけど、まあ、この地域をですね、昔から、まあ、内市、下がりで、テカテカの個体が、まあ、一番、たくさん、取れるところをやったんじゃないかなと、推測します。で、今はですね、もう、まあ、ここは、もちろんアチェなんですけどね、このプツリベトンっていうところ、今までも結構大型見ましたんで、僕自体はですね、96.5 やったかな、一番、大きいの、自分の目で見たんだね。でも、まあ、ここで、どれぐらい取れたとかいうのはね、まあ、98、99も、いたらしいです。で、まあ、ギネ、安岡のギネスはね、まあ、パダンの方らしいんですけれども、で、まあ、僕自身はね、まだその、96.5 という、ぐらいの大きさです。で、マナドの方ですね、マナド方ね、皆さんがマナドって言った方が、さすがいましたね。まあ、聞こえの馴染み的に感覚あると思うんですけれどね、いわゆる北、スラウェシ州の方面です。はい。の、まあ、個体で、約94の個体をね、もう6年半が、もう7年ぐらい経つのかな。はい。前に、行って、手にしてます、いうことでね。はい。今、スタッフが手にした、野草かもね、まあまあ大きいんじゃないでしょうかね。で、このあたりですね、皆さん失礼。標高のね、低いところといえば、もうですね、まあここ、ガヨレースではないんですけど、アチェ、天柄の方ですけどね、南東アチェ、こちらの方なんですけどもね、標高、100メーターとかね、100ちょいぐらいのところとか、は、いっぱいあります。で、まあ、川べりにポイントがなきにしもあらずなんですけど、そういうところはね、150とか200メーターぐらいまでのところで、ね、結構あるんですよ。ただ、このガイルレースに関してはですね、まあ、天柄もそうなんですけどね、ガイルレースに関しても、山岳地帯の、カボパテンです。で、標高がですね、まあ、ざっと、おおよそざっと、200ちょいぐらいのところからね、標高が。まあ、高いところで言えば、もうもちろんのことながらね、ルセル山脈の、ある程度部分も入ってるんで、もう、2000後半とかね。まあ、そんなとこあります。まあ、そんなとこまで行かないんですけどね。もともとクワガタがね、そこまで、2000メーター後半のところまでに生息してるかどうかいうのは、それはもうわかりませんけど、基本的にそっち側は入れないで、それぐらいの高さのところはね。登山の、まあ、登山隊みたいなグループを組んで何人かで入らないと、ちょっと危ないんでね。
もう丸ぽっ虎がいるところなんで、で、大体クワガタの、対象となる標高はね、まあ2000メーターぐらいなんで、ね、はい、まあざっとそういうふうに思ってます。で、もう1000メーターぐらいね、上がってくると非常に高いです。で、ティタノスなんかはね、そうですね、リアルに、個体を見たっていうことに関しては、900何本ぐらいです。ここの、ガヨに関してはね。はい。で、この個体も皆さんちょっと話の途中ですけど、あれでしょ。すんごい内視下がって、まあ、角度にもよるんですけどね。顎も、しっかり長くてね。で、先端からのね、距離も非常にあります。ということでね、今の個体も、実はあれ90、超えてるんですよね。はい。で、メスをガリガリ迷惑なメスがね、奥から駆り出されましたけれども、あ、これはなんかちょっとティタンスじゃないっぽいですよね。なんかで、ですので、ね、バラエティな標高の中にですね、で、今現在は今何や、あ、タウルスかな、これ。あ、タウルスですね、さっきのメスね。多分ね、ほったら。はいはいはい。なんかえらい、薄いのと足の形とんで、何、体が薄いな、思ってたんですよね。あ、タウルスですね。はい。まあ、これもなかなか、顎が、よく伸びた個体ですけども。今実際、スタッフがこの木の前ね、ここは、700超えてます。はい。正確な、標高はもう分かってますけれども、撮ってる時点でも分かってますけどね、700超えてるところです。で、もっと、高標高で、ティタンスも、一応まあ、発見はしてます。はい。っていうところでね、以前はですね、まあ、200メーター、300メーター、400メーター、500メーター、600メーター、このあたりぐらいに、特にですけども、ダダプがあっちゃらこっちゃらに、あったということです。で、このスタッフのね、お父さんも、そういうふうな、話をしてたっていうことを、聞いたことがあります。ということでね、今はもう、まあ、人が住んでるところの近くからですね、まあ、畑が広がっていって、今、この、700ちょいぐらいのところなんですけどね、実はこの木は。もう、ちょっと行くと、原生林が見えてくる、見えてくると、もうすぐそこに原生林なんですけどね。まあ、そういうところなんですよ。で、まあ、そのあたりぐらいまで行くとですね、まあ800、900とか1000とか、そのあたりぐらいまで行ってくると、少しずつね、樹林帯が変わってきます。でも、その、高山系のね、まあ高山って言えるのかどうかはちょっと微妙ですけれども、あくまで、熱帯雨林での山に関してはね、はい。まあ、日本でしたらね、もう800メーターいたら、まあまあこうなんですけれども。ということで、ダダップがね、畑によって、どんどん伐採されて、で、それと共進化してきたね、ティタンスが、どんどんね、追いやられて、で、もう一時期はね、僕もリアルにそう思ってたんですけど、もうスタッフがもうボス、ティタンスがいない。もう、どうすんや、言うて、真剣に悩んでました。で、もちろんね、どこぞにもおるし、いや、それでも、根元掘ったらいるんじゃないっていうのは、まあまあ、別にそのぼやっとでも分かってはいたんですけれども、最近スタッフがね、掘って、ボコボコ、採取してるように、あれほど下に
逃げ込んでたとちょっと想像してなかったんですよね。ほんまにすごい数がいるんですよ、根元でね。でこの木はですね、あの比較的、まあまあ大きいです。はい。でダダップがね、どん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 なくなって、で、あの、まあ、ダダップがある時でも他の木も全くいないっていうことはないんですけども、ダダップを、好んで、まあ、先行してたっていうことなんですよね。で、まあ、こういう木の根元もですね、たくさん、実はいるんですけれども、これ何やろね。実はいるんですけれども、あのね、樹種がね、もうそれぞれ、ちょっとばらけてます。ティタンスがね、まあ、ダダブがどん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 なくなった後に、逃げていった木っていうのはね、まあまあ、いろんな木には逃げてるんですけれども、それでもその中でですね、まあ、一番、好みの木ってやっぱりあるんですよね。まあ、それは今ここでは言えませんけど、はい。で、そういう木の根元ってね、やっぱりね、たくさんいます。で、プラス、あのね、そういう木、ダダップがなくなって、で、逃げていった、いろいろ逃げていってるんですけども、違う樹種に、それでも、好んで、ついた木は、比較的、大型が、確認できてます。はい。まあ、これもそこそこそうなんですけどね。まあ、頭突っ込んでますけどね。これ、まあ、根元付近ですよね。あの、表面のところですけども、根元下の方のね。はい。こうやって、樹液が出てるんで、これも、餌舐めてるんですけどね。まあ、そうして、個体がね、逃げていって、でも、その中で、そうね、好きな、先行性のある樹種っていうのがあって、で、そこには比較的ですけれども、大型が、やっぱり地下系掘るとね、地下を掘ると、大型が、確認できました。ということは、その関係ね、因果関係なんですけれども、やっぱり何かしらあるのかなと、思います。まあ、例えば、その木がですね、まあ、樹液、糖度が高いとかね。はい。で、あのね、それはちょっと考えられるんですよ。ダダップより樹皮が分厚いので、抗酸化物質を下かもしれない。出しにくい。いわゆる、苦味成分が出にくい樹皮が分厚い分ね。と、想像してるんで、まあ、ティタンスにしては、なんとかかんとか樹液を獲得できれば、まあ、ダダップより甘いのかなと、これはまだ想像です。想像の域なんですけれどもね。で、まあ、そういう木の、もちろん根元でしたらね、まあ、同じように、まあ、甘いのかなと、思ったりします。ただ、まあ、同じ、僕はいつも弛緩弛緩って言うてるんですけどね、栄養、木の栄養、光合成をしたね、糖質とか水分とかね、通っていく、その、管ですよね、木の中の。やっぱりね、根元は水を吸い上げるので、どうでしょうね、傷つけても比較的なんか糖度が薄まってるような気はしますよね。やっぱり地下の根元からね、水分を吸い上げとるんでね。はい。ということで皆さん、この、こっちが今、下に置いたでしょう。これも、9時超えてるんですよね。はい。まあ、ごちゃごちゃ言うてますけど、その木がこれです。まあ、一応言うてます。名前は言いませんけどね。はい。で、まあ、この木はまあまあ大きいんですよ。そういう意味でね。で、まあ、これはスタッフがね、樹皮トラップを作ったやつですけれどもね。なんか今、頑張ってますね。はい。ということで、
まあ根元見てもうたらね、皆さんスタッフの手ともう木の太さ見てもうたら、2、30センチぐらいないのはもうようよう分かってもらえると思うんですけど、はい、この木の根元も、たくさん、見つかってます。ということで、もう最近は、もう土中の中から出てくるティタノスで、僕がね、ふざけて土中おかいみたいな言い方しとるんですけどね、もうほんま、すごい数が、見つかります。はい。ほんでね、もう一つ情報なんですけど、皆さん。やっぱり、樹上で、こう、日本でも、夏そうでしょ。樹上ね。樹上じゃ、頭の上違う。樹上ね。僕、舌がね、短いんで、あんまり舌回る方じゃないんですけどね。樹上で見つかるのは、オスが多いじゃないですか。どうでしょう。6割、7割、6割ちゃうの、7割ぐらいオスでしょう、ね、見つかるなんて。でもね、やっぱりね、卵を産みに行っとるんですよね、メスが。で、その土中を探すと、今のところですよ。今のところ、メスの方がよく取ると思って。びっくりするでしょ。メスの方が数よく取るんです。ただし、まあ、ペアという形でしか、あれしませんので、メスターンいうことは、ほぼできませんけれどもね、まあ、そういう事実があるっていうことも皆さん、知っておいていただけたらなと思います。まあ、それほどね、下に潜ってるんやと。これはね、どうでしょう。ほとんどの、まあ、ルカニダイ、かの、まあ、全部って言ってもいいぐらいちゃいますかね。まあ、それは推測ですけども、全部って言ってもいいぐらいね、クワガタムシ科の、には、もうメスは、そうなんじゃないでしょうかね。はい、と思いますよ。ただ、平田ばっかりじゃなくてね。ただ、まあ、木にね、産むタイプのやつとかはまた、違うことになってるかもしれませんけどね。はい、今ね、ノギスジャハースで90人ぐらいありましたからね。最近はね、このスタッフもね、いや、でもね、一人でね、あ、大変なんですよ。あれどうやって撮影するか、って聞いたんですけど、あれね、友達に手伝ってもらったり、それとね、顎でシャッターを押したりしてる。と言ってました。手元はやっぱり両手いるんでね、まあ大変やな。一人でやっとるんでね。はい。まあ僕がね、厳しいことを言いますけど、まあそれでもようやってると思います。それはね。僕は腹の中ではそういうふうに思ってます。ただね、いろんなことを、何これ。あ、サソリやね。サソリが、死んでるね。サソリが埋まってますね、これ。踏まれましたね、これ。埋まってますね、これ。まあまあ大きいサソリですよね。で、まあ、話戻るんですけどね。まあ、このスタッフもね、まあ、僕と一緒にやり出してから、もう何年かも経ちますけど、まあまあ、よう、やってきたんちゃいますかね。ただね、やっぱり、他国の人間や、感覚が違うや言うても、やっぱり人間なのでね、もちろん。いいとこもあれば悪いところもありますし、まあ、それをね、まあ、どうやって開花させるか言うとは、またちょっとおこがましいんですけどね。だけど、やっぱり日本の市場でね、なんとかしようと思うんであれば、やっぱりそこはね、乗っ取ってもらわなあかんので、そう考えるとね、まあ、甘いことに厳しいの8ぐらいですね。まあ、その中で、よくついてきてくれたな、とは思います。はい。まあ、そういう意味ではね、信頼できますしね。こいつの情報は、ものすごく確かですよ。まあほんで位置情報もね、いろいろな取得方法を、ありますんでね。すべてのスタッフから、
同じ、全部の同じような位置情報を、取ってるとは言いませんけれども、はい。まあ、GPS がね、取れれば、とりあえずはね、いいので、あとはね、チームバイオの考え方と、姿勢という部分は皆さんずっと、まあ、例えば生放送とかね、こういうスタッフシリーズとかで、判断してもらう以外ないのでね。はい。で、ちょっと在割りしてみようかなという感じでしょうか。しとるんですけど、皆さんやっぱり普及度合いが全然違う。まあ、全然まだ白っぽかったりね。うわ、さなぎやね。よかったね、半分ならね。これさっきも見たけど、黒ツヤ虫ですよね。あ、これ、黒ツヤね。はいはい。はい、もう、うん。はい、ありがとう。もういいですよ。もういいですよ、言うてますけど。コズの分解にはね、一役も二役も買ってるんでね。はい。はい。どちおかの、最終でございます。皆さん、どちおかいですよ。はい。まあ、なんていうんですか。でね、この木も、後でね、皆さん、ご説明申し上げますけれども、さっき言っちゃいましょうか。実はね、もうお忘れたかなんだよね。実はこの木ですね、スタッフと僕が、この地域でね、植林を始めた頃の最初の方の、一番最初の一本目とは言いません。最初の方の木です。ですんでね、もう2年ぐらい経ってるんですよね。はい。で、まあ、根元付近の一番太いところの幹が、まあ30センチはもう優に超えてますっていう感じですね。で、その根元です。はい。これ、ダダップです。ダダップで、標高もね、そこそこ高いところに植えてくれました。はい。でね、そこの、地面をね、こうやってごそごそやっとるんですけどね。よう頑張るんですよ。手ね、突っ込んで、まあ、僕やったらね、これ何が出てくるかわからへんさかいね、いやいや、お前、突っ込みやって、言うんですけど、まあ、向こう行ったらね、自分でもちょっと手突っ込んでみようと、思いますけどね、それ今の冗談ですけど、自分でも取ろうと思ってますけれども、こうやってね、皆さん出てくるんですよ。はい。でね、これね、実は、以前でしたら、なんちゅうのかな。ここまでやらなかったんですよ。根元でちょこちょこ探しても、要はここまで手突っ込んで、このスタッフ新品買ったんですよね。でも、ただね、植林して、1年半ぐらいでの木でも根元に、よるとはちょっと僕思ってなかったんで、それはちょっと意外でしたけどね。これは2年ほど経ってますけど、スタッフが今これしてるのはやっぱり成果が出てるからですよね。はい。で、確信を持って、根元には絶対いると思ってね、やっぱり手を突っ込んでるでしょ。で、こういうのがやっぱりいい最終、いい個体とかね、で、最終数が伸びる、やっぱり理由なんですよね。確固たる自分の信念が、持てるっていうね。この最終で、これだけ取れるっていう信念が持てるのが、やっぱり、スタッフが自分で感じてくれたんですよね。で、それの、やっぱりきっかけとしては、やっぱり根元掘れと。今みたいにメスが出てくるぞと。で、メスはそのあたりに卵を産んでる。ボスなんでやって言うんで、いろんな理由を言いました。樹液。樹幹流から流れてくる樹液の中には酵母が一緒に流れてきとる。それが、根の地表面からね、10センチ、15センチぐらいのところが特に、微生物が多い。で、卵を産むなら、そこが比較的中心やろうと。ただし、幼虫はね、もうちょっと潜っていくと思います、僕は。はい。
ですんで、直接の幼虫はね、まだ見つかってませんけど、あとはね、もう卵もね、スタッフは、正直ね、多分ですけども、ほとんど見たことないと思います。ブリードしてる僕らは常識ですけれども、彼らはそれ、ブリードっていう感覚がないので、それはね、多分見たことがないんじゃないかなと。これは別に、カッコつけることもないので、リアルなことを言います。このスタッフでも多分ないと思います。はい。でもね、取るのは抜群にうまいです、やっぱりね。はい。で、まあ、そういうことをね、スタッフに、教えて、で、スタッフがそれをちゃんと理解してくれて、で、行動に、移して、実際に成果が出たと。だからこそ、こうやって、なんちゅうの、まあ、言うたら、中から、サソリが出てくるかもわかりませんし、下手したら、エビが出てくるかもわかりませんやんか。言うたらね、笑い事じゃないですけど、でも、そこをね、やっぱりその、手突っ込んで、いや、絶対いるんやって、ここの辺やろって、どん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 こう掘っていって、取ろうとするのも、やっぱり、そういう成果がね、出たからこそなんですよね。はい。で、これのね、積み重ねなんですよ。こういうことの積み重ねでね、より、スタッフがよりプロフェッショナルになる。で、そういう情報がより出てきて、こちらも情報のプロとして、どういうことを皆さんに伝えていったらいいかっていうことをね、どん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 、更新していけるんですよね。はい。もういいことだらけです。まあ、ただね、怪我は、まあ、するなよ、いうのをね、先導気をつけてくれよ、いうのは言うてますけれども、まあ、体あってのね、ものだね、なんてね。はい。ということで、ここでも、まあ、1と2ですけれども、メスの方が、多かったよっていうことですね。はい。はい。今日はね、ずっと喋ってますけどね、まだ喋ります。はい。で、まだ掘ります。ほんで、皆さん、今、これ、なんか髪の毛みたいにね、僕は、あんな風にないですけど、毛細血管みたいなね、いっぱい上から、出てますけど、あれね、この木の、ダダプのね、根っこです。はい。でね、根の、この大きなね、根のね、絶対に下からっていうわけではなくてね。まあ他の雑草のね、もう根ももちろんあるんですよ。はい。もちろんそれもあるんですけれども、それまで行って、ダダップのね、細かい根もね、結構上の部分からあります。でね、そういうことなので、余計にですね、地下茎のね、もう周り、こういう土のところでしたらね、はい。もう成虫がね、潜ってますっていうことなんですよね。まあ、メスにとっては迷惑な話でしょうけどね。卵産んでるのに、引きずり出されてね。はい、でね、あとその理由としてね、卵産んでるとこ見たわけじゃないんですけれども、さすがにそれはないですけど、でも、樹上に、今までほとんど言うてほど、まあ、7対3かね、まあ、下手したら8対2、6対4ぐらいのね、多くても割合でしかメスがいなかったんですけども、オスばっかりやったんですけどね。まあ、この下で見るっていうことは、で、手で掘れる範囲内にこれだけメスがね、掘り出して確保できるっていうことは、もう産卵してるって、考えて、間違いないと思います。はい。で、それが、このね、毛細血管みたいな根が出てるでしょ。ちらほら見えてるでしょ。この木の根っこからもね、細かいのがわーっと出てるのが見えてると思います。今もね。はい。で、やっぱりこういうところです。水分を吸い上げて、今、皆さんの目の前の、土壌はね、結構黄土色よりちょっと、黒っぽい色で、で、
水分がね、ボソボソ状態の感じはもう見て取れると思います。で、これはね、やっぱり、毛細血管のね、細かい根がね、地中から吸い上げてるというのもあって、まあ、水分がね、豊富です。ただね、野生下はね、やっぱりこういうのが循環してるんで、やっぱりブリード下のケースの中はね、こうはいかないんですよね。これが難しいところなんですけど、で、水分、さっきも言いましたように、上から樹管流として流れて落ちてくる、樹液の混じった雨水ですね。雨水ですよね。こういうのが根元に染み渡って、まあ、表土って言われる、まあ、10センチから20センチぐらいと思ってもらいいです。そこらぐらいは、よりですね、水分の蒸発も激しいんですけれども、水も上からね、落ちてくる、あれ、水分で、まあ、保湿もある程度保たれて、で、酵母がね、繁殖しやすい状態にあると。まあそういうところをメスがめがけて、まあティタンスのね、メスもね、その、金のね、マイカンギアの中に、酵母ね、白色不吸菌植生であるので、多分ですけれども、キシロス発光性酵母を、保持してると思われます。はい。で、まあ、他のもちろん、酵母もね、微生物も、わんさかいますけれども、で、そういうのがね、たくさんおるところに、産卵してると、一応想像、しますって言っておきます。はい。それがね、今、スタッフがね、手を突っ込んでる。まあ、この現場で、でしたら、スタッフがね、手を突っ込んでる、この下側ね、今掘った側とかね、今手をガーッと突っ込んでる、そういうところでありますっていうことですよね。で、こういうね、野生下の状況ね、皆さん、よく見ておいてくださいね。ただね、水分を、じゃあ、同じようにボソボソ状態にした方がいいっていうのは、ちょっとイコール違うと思います。っていうのは、ケースなんかもう水はけができないんで、そのあたりね、嫌気性状態になると、また環境が、微生物も変わっちゃうんで、そんなボソボソ状態に、平田の場合はですけども、ボソボソ状態にしない方がいいと思います、ケースの中ではね。あくまでここは、そういう状態になってますけど、これが、平田が卵を産む絶対的なベストかって言われたら、わかりません。卵は産んでるのは間違いないんですけど、あまりそういうふうに、考えなくないようにしてください。で、リアルに、今はこの状態やっていうのをね、見ていただくような感じで、まあ参考にしていただけたらなと、思います。はい。ここからもまたね、コテコテの、さっきと似たような感じですけどもね、コテコテのね、オスが取れましたということです。はい、皆さんね、今日はすみません、ずーっと喋ってますけれども、どうでした？このドルクス・ティタンス、どちおかい。っていうぐらい、ほんまにね、土と共生してるでしょ。共生してるっていう言い方おかしいですけど。はい、まさにね、ほんまに上にね、こんなにまだ大きくない、何？これね、さっきの答えとはまた違いますよ。はい。同じところで洗ってますけどね。はい。ね、大きくない、そんなに大きくない木でもね、こうやって、
まあ土中の中にはね、これほど、まあたくさん隠れてるっていうことなんですよね。これもうちょっと広範囲にね、根っこを掘り進めていくと、根っこはね、熱帯雨林の、樹種はですね、下というよりか横に根を張るので、この環境は結構広範囲にあるような気はします。はい。一回ね、何根っこをね、どこまで広がっているのかいうのをね、時間かけて、ちょっとまあ見てもらうのもね、面白いかなと思います。これね、ダダップです。途中のね、どん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 上に伸びていって、途中の、葉っぱのついたね、枝がポトンポトン落ちていきながらね、こういう、まあ、節目ができてきたんですけどね。はい。今、ぼやっと見てもらっても、この、根元の近いところにの、主幹の部分ね、そこら、まあ、30センチ、35センチ、40センチぐらい、まあ、40センチはないかな、直径ね。はい。それぐらいぼやっとね、見てもらったら、スタッフの手がね、あんなもんなんで、まあそんな感じですよっていうことです。はい。こうやってね、ちょこ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 、あちこちからメスも取れるでしょ。だからほんまにもう潜っとるんですよね。で、知らんうちにこうやってね、どん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 卵産んどるんですよね。だから、前にね、樹上、上の方、でのね、枝分かれしてるとこに、一番最初、チタンスが、植林のチタンス、植林した枝にチタンスがついてたりで、僕も、スタッフも喜んでね、皆さん見てもらいましたけど、実は、もう、あの時点のちょっと前から、根元には来てたんやろうな、と、こんな風にね、思います。はい。まあ、それを考えたら、まあ、最初来た、来てくれた時に、こうやってほじくり返さんでよかったな、逆に、って思います。はい。皆さん、今喋ってても、どんどん出てくるでしょう。ほんまに多いんですよ。で、皆さん、もう一回言いますけど、このね、毛細血管みたいな根がね、もう木の、もう上の部分ぐらいがわー生えてるでしょ。ですんでね、こういうところってほんまに、で、これは推測ですけどね、窒息的も、比較的多くいて、まあ、こいつらには非常にいい環境ではないかなと、思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。